改名するも元の芸名に戻った芸人参戦。ノブ、ノブ小池、ノブ。お笑いコンビ千鳥のツッコミ担当ノブさんも改名した時代がありました。ロンドンハウスの企画内で浅尾美和さんがノブさんの名前が出てこず、小池さんと呼んだことが由来。しかし本人は全然しっくりきておらず、世間にも小池はほとんど浸透せず、再度ノブに戻し、頑張ったのですが小池に馴染むのは無理でした。とノブさんがコメントしています。お猿、モンキッキー、お猿。お笑いタレント初夏のお猿さんは過去に改名して活動していました。番組内で当時人気絶頂の占い師、細木和子さんのアドバイスを受け、モンキッキーに改名。しかし周りの芸人から、お猿の方が良かったと言われ、仕事量も特に変わらず芸名をお猿に戻します。川島明義、川島ブレジェンド、川島明義。お笑いコンビハンニャのツッコミ担当川島さんはつい最近まで川島ブレジェンドとして活動。対戦型オンラインゲームリーグオブレジェンズで芸能界最強を目指すというミッションに挑戦する際に改名。しかし半年で500時間を費やすも日本に13万人中39人しかいないランク最下位になるなど、ゲームの素質がなさすぎて逆に有名に。2023年2月7日、元の川島明義の芸名で活動することを発表しています。